こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は五越同舟です。仲の悪い者同士でも危難に直面したら助け合うこと、また現在では仲の悪い者同士が同席する場合に用います。今から五越同舟を楷書で書いてみます。今から五越同舟を行書で書いてみます。それでは今から五越同舟を草書で書いてみます。今から五越同舟の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。